あとはちなみに どんな感じですか。そうです、ね、使い方としてはプランナー、プランナー、企画マンなんですよね、はいはい、企画マンなんですけど、一応開発なんであんまり書くことなかったりするんですけど、はい、一応そうですね、高級っていうのは確かに、うん、僕と一番なんか、うん、面白いところというか、うん、他の福岡の方にいらっしゃる会社さんと何ていうか現場の感覚が分かるというか、一緒に開発してるわけではないんですけど、うん、いやまあね、はい、なんかそのゲーム業界をこう一緒にこう盛り上げているという か、うん、なんか一緒にこうゲームを作ってるぜっていう感じがちょっとするのが、この高級店に書いて面白いなと思いました。他社さんの高級を見ながらね、自分たちの仕事をするっていうのはなかなかない感じ。まあまあ確かにね、ツイッターとかにつながるとかとはまた違って、手帳の上でなんか重なっていく感じっていうんですかね。面白いな。フローとか書いてるんですか。これは、多分一回会議とかで起きた時に こっち側にこのスケジュールとか見つつ、提出しよう仕様をこう書いたりとかした時のやつだと思うんですけど、あとは、基本的には僕左側でスケジュールが意外と終わっちゃうと思うんですけど、右側に会議中にいろいろアイデアとかを出してもらう。あ、まだ絵描けるんですね。かけるとは言わない。あ、いやいや、けど、うん、それ大事だと思うんですよ。大丈夫ですか。はい、まあ、そこそこ。これぐらいかければ、はい、絵で伝えられるじゃないですか。うん、プランナーって結局、はい、伝えることがお仕事じゃないですか。はいはい、たまに書かざるを得ないときも。ですよね。ありますよね。はい、あんまり書きたくないなと思いつつ書いたりとかするんですけど。彼は数学の魔術師なんですよ。若いし、でもすごいっすよ。10年に1人と言われてるんで完全に居心地悪いですね。居心地悪いどういうリアクションだろうなっていう。わかんないよね。なるほど。え、でここに名前も書いてんの。やめろよって言ってたよ。いや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 。まあみんな持ってるからね。名前書いてる。じゃあこのインディーズゼロのシール。あ、これシール。これはなんか色が違う。さっき黒。あ、なこれも違う。何種類あるんでしたっけ？ 5 種類ですか。はい。5種類あるんだ。はい、あと1個ずつお持ちします。絶対使いづらいけど。絶対ですか。でもこれの最高のコレクト通販があったら、売ってほしいですね。なんで売っちゃう？会社のとかにまた貼りますよ。あるじゃん、ポロちゃんのロゴとか日産のロゴとかああいうの貼って、それこそこのアイディアスのこのロゴとかちょっと貼ったりしますよね、なんか自転車とかああいうとこ、あ、そういう感覚で使ってるんですよ、なんか面白いですよ、あのなんか耐水性のやつとかだといい感じで、高いですけどね、面白いです、いろいろ使えて、ステッカーは、まあその質問なかったな、なかったですか、ステッカーはいいっすよ、なるほどね、自転車に貼ったりとか、みんな好きでやってますよ、手帳に貼ったりとか。ちょっと考えてみよう。あ、てか2013年のやつには1枚ついてきたら嬉しいです、ね。ああ、そういうステッカーシールみたいなね。ああ、なるほど。ああ、なんかそういうアイディアまで。